ちょうど帝国になりましたので東京工業大学オープンキャンパス、えー、こちら模擬講義となります社会基盤と土木の環境づくりということで土木環境工学系の、えー、計,画計画分野の、えー、教授の、えー、先生でいらっしゃいます八木先生から、えー、30分から40分程度の 講義をいただきます。それでは八重先生、よろしくお願いします。はい、あのご紹介いただきましてどうもありがとうございます。えー、っとそれではですね、あのえー、っと今日参加の職員は高校生が中心だ、まあ高校生か皆さんねということなんで、えー、こういうタイトルで、えー、講義をまあ40分ぐらいになると思いますけども、えー、したいと思っています。えー、ご紹介いただいたあの。 八井哲夫と言いますねそれでね今日の講義は、えー、学部の講義に実は、えー、土木と環境の計画理論っていうのがありましてねでそのイントロをイメージして土木工学の役割それから今後のさらなる活躍、ね、こういうことに焦点を当てて歴史や文学にも触れながら、えー、社会基盤を支える土木とその計画づくりの哲学を平易に解説するということで えっと、ちょっとなかなかね、構成も難しくて、うまくいくかどうかは、まあ、お付き合いいただきたい、とにかくね、いただきたいと思いますけども。えー、っと、今見えてる写真、これはね、えー、東光大の鈴鹿系キャンパスの風景です。さて、それじゃあ早速いきましょうかね。で、構成はね、この4つで考えています。で、最初の未来社会の構想と土木人間中心という、まあ、これは、まあ、イントロダクションのようなものですね。 えー、早速入りましょうか、えー、今長官図が、まあ、絵が見えてますけども、えー、このスケールで見えている社会基盤といわれるもの、まあ、これはほぼ全て土木の対象という、まあ、こういうことなんですよねあの。皆さんの土木に対する印象は、まあ、一つはこういったフィジカルな、えー、構造物等々だと思いますけども、えー、鉄道道路橋河川港や空港 あるいは山の方に見えてるダム、緑の空間、公園なんかもそうですね、えー、上下水道はちょっとこう見えませんけども、あるいは通信とか電力だとか、でそういうものの単体の構造物というものもあるけども、ね、それを都市のシステムとして考えるというね、こういうことが土木という分野であります。まあ、そこが魅力ということなんですけどね。 でその中の特に道路だけ取り上げてみると、まあ、これは、えー、国土交通省道路局の若手が、まあ、若手といっても君たちと比べたらかなり上なんだけども、も、えー、未来の2040年の道路のことを考えてレポートしたものなんですけどもね、えー。その中に出てくる一枚の絵です。どうでしょうかね。こういう道路は。えー、空を、まあ、今でもありますよね。もうね、アマゾンのドローンで宅配品を運ぶだとか。 だから道路上にロボットっていうのかな、ボットがいっぱいありますね。こんだけたくさん動いてたら、歩く場所がないじゃないかっていうようなふにも見えるけども、どうでしょう。まあ、未来の道路っていうのは、誰かに任せといたら、それでうまくいくか、いい空間になるか、これはちょっと分かりませんね。諸君の何らかの貢献も必要になるかもしれません。 でえっと、実は都市の将来を考えるというのは、えー、長期計画とか地域計画とか、ねまあ、いろんな言い方で言われますけども各国各地域で持っています。まあ、日本も実はいろんな地域にそれぞれ持っているんですけどもでここで紹介するのはその中の一つで、えー、アメリカのサンディエゴ都市圏が2050年の将来のことを考えた、ね、計画を作りました。 まあその時に中に出てくるようなこのパースというのかな。未来図というのがあって、それをちょっと紹介しますね。これ見ていただくと、えー、<coughs> 左側にはこれ高速道路が見えている。それから右の方には一般道路。から地下には、えー、鉄道がありますね、えーと。どうでしょう。今とあんまり変わらないかな。30年後。まあ、30年後ずばのばその風景かどうかちょっとわからないけど。 で、あの、おそらく違いがあるとすれば、自動運転の車が多いということ。あるいはコネクテッドされてるんでしょうかね。この丸い円がついてますけども。それから、えっ、ー、と、ここに道路に車のマークありますね。でこれはね、えっ、ー、と、おそらくだけど、えっ、ー、と、ワイヤレス給電といって、えー、ワイヤレスで、えー、車に電気を送るというね。まあ、そういうシステム。これもすでに、あの、実用段階に一部入ろうとしてますけども。 まあそういうものが実用化されている風景ということになります。えー、あ、ちょっと待ってえっ、ー、と、これはまた一般道路の方の風景ですけども、これもどうでしょう。そんなに変わると言えないかもしれない。ただ、あの、車のね、えっ、ー、と、デザインというのかな。あの、まあ、自動運転になって制御されて、えー、事故が少なくなるとすればね、えー、車両としての構造、まあ、特に強度なんかも今と考え方随分変わるでしょうから。 こういうものも走れるということだと思います。えー、と自転車がいて、歩行者がいて、まあ、空間的にはそんなに変わらないかな。えー、っとそれからこれは駅前の広場の風景と言ってもいいでしょう。さまざ、あ、まな車両が到着している。鉄道、今と変わらないけど、向こうに見えている。えー、自転車の空間もあるし、えーっと、歩道は狭いですね。こんな狭い歩道じゃ。 この乳母車を押してる人をすれ違いできない。これは今でもこんな狭いのダメなんですけどもね。まあそんなことで、まあ、公共空間というのはそんなに大きく変わらないかもしれないね。ということかもしれません。えー、っと、これはですね、まあそういう将来のことを1950年代に描いた絵なんですね。未来図です。えー、っと、これは英文を訳してみたらこんなことが書かれてるんですけども、 まあ自動運転になる将来のことを考えていたということで、旅行はもっと楽しくなるだろうと。安全になるし、渋滞もない、衝突もないんだと。ドライバーの疲労もなくなりますよと。まあこういうことが、今から70年ぐらい前に描かれていた未来。まだここ到達してませんけどね、今ここに向かっている。えっとね、一点だけね、僕が気になるのはね、まあもちろんそうなんだけど、この 家族と母ぼしき4人は、まあ、ゲームをしてたり、もう飛行機を持ってますけどね、えー。まあゲームしてんだからしょうがないけど、誰も一人として外見てないでしょ。で、この車だけじゃなくて、他の車もね、誰一人として外見てないんですよ。まあ、だからそういう風景が未来なんだな。ちょっと気になるなっていうのが一つ最初に申し上げてあげたいところですね。で、土木工学の立ち位置をここでまずあのご紹介しましょう。えー、っと、まあ、 まあこれは僕の言葉というかな、考えでもあるけれども、技術はまあ年々進歩する。これは間違いない。どんどん進歩してきてる。だけど人間は必ずしも進化はしない。まあそんな単純には、千年、二千年でも進化しないわけですから。で、しかも最近は ICT 進化に伴う劣化すら懸念されてるよと。まあもう一個、こういうことなんだけども、土木っていうのはもともとシビリエンジニアリング。これは市民のための工学であって、もともとエンジニアリングの登場は、 まあこれ知ってる人いるかな土木に興味があるとね、結構知ってるんだけどね、ミリタリーエンジニアリングっていってね、まあ、戦争でどうやって、えー、敵を打ち負かすかというときに工学っていうのは非常に重要な役割を果たし始めたんだけど、まあ、そのミリタリーエンジニアリングだけではなくて、やっぱり市民のためにもエンジニアリングが活用できなければいけないということで、えー、平和のために使う工学としてね、始まった。これが土木そのもののスタートですね。 したがって人間とその暮らしに常に広い視座か,から関心がある。これが土木工学の姿勢、考え方です。これから人間中心社会っていうのが望まれていますけどもね、まあ、そこにももう大いに関心があるし、そのために取り組みをしているっていうのが土木工学ということになります。ただ人間中心といっても実はいろんな考え方がありそうですね。えー、っと、まあ、ざっと書いてみたんですけども、 例えば、えー、故空間上であれば、歩行者を優先しましょうと。えー、安全とか防災上だとね、人命第一ですと。まあ、経済重視だっていう、そういう過去も、まあ過去っていろんな国もあるけどもね、やっぱり、えー、それだけじゃないよと。真の豊かさは何だろうか。っていうことで人間中心でもあるし、最近だと AI 倫理における人間中心。最後は人間が判断しなきゃいけない。ね、まあこういうこともある。あるいは自然中心ということもあるし、まあそれに対して、 人間中心。えー、自然をまあ管理したり、ね、育成させていくような、健全に、ね、育成させるような、そういうことを人類は委任されてるんだって、そういう立場もあるし、まあ、気候変動の時代ですからね、あの人間中心ってそういう中でなかなか考えられない。あるいは能力開発としての人間中心って。まあ、これはそれぞれ人類のも、まあ、一人一人の持っている潜在的能力、これを最大限発揮できるような社会。 まあそういった体制がね、望ましいんだっていう。まあそういう考え方は昔からあるんですけどもね。ある種発展的民主主義なんて言われたりしました。まあこれ以外もいろいろあるでしょう。だからそういう人間中心といってもいろんな考え方があるねという。こういうことは覚えておかなきゃいけない。さて改めてだけど土木の原点。これをちょっと遡って考えてみたい。 ちょっと今日はね、過去に行ったり、未来に行ったり、いろいろしますからね、ちょっとそこについてきてもらわなきゃいけないんだけど。えっ、ー、と、この西木江ですね、これはね、えー、日本で最初に建設された鉄道、1872年開業した鉄道の、えー、ちょうど高輪の区間ね、これは品川と田町。田町にはね、東古台のキャンパスがありますけどね、その間の区間です。これ最後高森が反対して、 えー、陸上に作れなかったから海を埋め立てて、ね、こういう包みを作って、鉄道を通していったという、そういう区間なんですけどもね、ちょっと見てもらうと面白いんですけどね、ここに、えー、これ、船通しといってね、船が通れるようなゲートが作ってあります。ね、これは漁民の要望を聞き入れて、工事中に設計変更して作ったと言われているんですね。えー、とそれから、こっちの方これも同じ絵なんですけどね、ちょっとデザインが違うでしょ でこれはね、あのー、現物を見てないで書いてるんですよねあの。できる前に書いてるから、実際と違ってるわけです。それから、ここにいるのはね、漁民じゃなくて観光客ですよ。ね、ですから、あのー、石鹸ん越した当時、そういうことが広く知られていてね、あのー、政府がそういった要望っていうかな、考えにもちゃんと耳を傾けていると。こういう時代だったんだと思いますね。これが土木です。あのー、当時、 絵で今現在、絵でしか残ってないもんだから、まあ、本当にこれ作ったんだろうなとは言われてたけども、わからなかったんです。ところが、一昨年、出てきちゃったんですね、これ。えっ、ー、と、これはあの、まさに同じ場所で、今、JR 東さんが都市開発はしてますけどね、そこを掘ってたら、ものの見事にほぼ原型のまま出てきました。これはすごいことなんですね。 あのモレルさんっていうのは、これ、あのイギリス人だけど、親とい外国人で、最初の鉄道整備を、まあ、指揮したんですよね。ただ彼はね、あのその途上からね、こういうことを言ってるんですよ。まあ、次に鉄道を作るときは、これはもう、われわれは役目はいらないだろうと。日本人だけでしっかりとやり遂げるだろうというのを言ってるんですね。あいいよ。イヤホンはできるのあちょっとミュートにしてね。ん それで、ところがね、これ見てもらうとちょっと拡大するけどね、これ拡大できるんだ。これ、これ。れね、こ,このね、うん、船同士の出来、これは素晴らしいんですね。<ー>でこれはね、あの、設計変更したけど、えー、とその時間っていうかな、期間を延ばさずに成し遂げたっていうことでね、素晴らしい。えー、こういうものを作ったというのが当時なんです。えー、あの、これね、残すことになりましたから、おそらく諸君も、この開発が終わって、 えー、展示されますか現,あの現地でね保存されますからね見に行くことできると思いますけどこの素晴らしい土木の技術が当時日本にもあったということですそれであのその鉄道とともに始まった日本の当時の都市開発、まあ、東京の開発は特にね、えー、その後ずっと続いていくわけで森外の森外知ってるよね「不審中」っていう、ね、短編小説がありますね これは日本っていう国を建国する最中の官僚の教授、まあ、プライドだな。それとか責任感がテーマの短編なんですけどね。日本は不信中だっていう、そういう言葉が出てくる。で、三島由紀夫が50年後にね、これを論評してて、この短編の日本は不信中だという主題ほど古びないものはない。ね、今日この頃も都心でビルの新築工事のために、 なちょっと古い言葉だけただ、ね、でさえ狭い道路が狭められているのを見るたびに私はこの短編が今日なお生きていると思うって、まあ、こういうことを言ってるんですけどね、まあ、論評の趣旨はちょっと違うところにあるんだけど65年後の今どうだろう年、ね、2021年、えー、オリンピックまでにいろいろなものを終わらせてきたけどねまだまだこれからまた再開発が続いていきますまあそれもあって高菜の先の築堤も発見されたわけですけども。 それからね、東光大もそうですけどね、2031年、東光大は、えー、創立150周年を迎えますけどね、そこを目指してとか、目途に、田、え、町、ー、キャンパスの大きな再開発、ね、これが今スタートしています。まあ、そんなことで、えー、都市の作り変えていくという、まあ、そういう仕事は、これからも土木、あるいは建築の仕事としてね、まあ、ずっと続いていくということになりますね。 「不審中」っていう小説が書かれた4年後、1914年なんですけども、この時に、えー、土木学会の実はできている。まあ今日は土木の話してますからね、えー、この学会って大変重要なんですけども、古市浩井さんという人が初代の会長になりました。で彼は、えー、当時ですからね、やっぱり外国に留学して、フランスに留学して、パリ大学を出て、日本に帰ってきてから大活躍をしている。ね日本の近代化を このインフラストラクチャーの整備っていう観点では、まさに支えてきたわけなんですけども、あの、フランス留学中の言葉が残っててね、自分が一日休むと日本が一日遅れる。これすごいんだけど、<laughs> ね、本当にそうなんこれ柴良太郎が紹介してるんですけどね、まあそのくらいの気概でやってたということなんでしょう。で、作家のね、さっき出てきた三島由紀夫の本名、これはね、平岡君武って言うんですけど、君武っていうのは、 この古市光一さんの名前を取ったと、あやかったというふうに言われてますね。お父さんが知り合いだったとっいうのはあるんだけど。で、学会設立時の科のその古市さんの講演の中では、まあ、土木工学は人間社会を対象とする学問なんだということを、その必要性をね、あの強く、まあ、強調したということが知られています。まあ、そんな中で、えー、2014年100周10年を土木学会を迎えたんですけどね。まあ、そういうことで、えー、この100年間、 ちょっとととレビューしてみたいということなんですで前半と後半で分けてみるとまず学会ができてからの前半50年これは実は東京オリンピックに至るような輝かしい50年なんですよで最後あの皆さんも歴史ということで知ってると思うけど新幹線ができたり高速道路ができたりねあるいは羽田空港に向かうモノレールが世界最初の、まあ、空港アクセスの鉄道としてね、まあ、整備されたり さまざ、あ、まなことが起こりました。まあ、作ってこられ、作りましたね、いろんなもの。一方で、後半の50年、65年から2014年まで、まあ、これは最初の20年ぐらいは、公害と環境の問題に、非常に大きな問題にさらされました、直面しました。それから次の20年、今度はバブル崩壊なんかも経済の問題に直面しました。それから2010年代ぐらい、今度は東日本大震災もあるし。 福島原子力発電所の事故もあった大きな災害と完全の問題に直面したまあ、こういう後半の50年実はこの50年というのと今日話のまあテーマなんですけど土木の計画土木計画枠というのが出来上がってきたというのとは時間的に一致するんですね、まあ、そして今年東京オリンピックがコロナ禍での開催となったということでありました で、同学会が100周年にあたって、2014年に宣言をしています。まあ100年に1回しかやないから、まあちょっと古いというかな、もう時間ちょっと経ったんだけど、君たちにも伝えておきたいと思います。で、そこに書かれていることは、ここにあるように、下にありますけども、まあ地球の有限性、これはしっかりと認識した上で、えー、持続可能な社会の礎を作るんだと。まあ土木ですからね、可能な社会そのものを作りたくても、そのまずベースになる礎をしっかりとしましょうというのが役割。 本文であるということで、そのために全力を挙げて取り組みますということを宣言しました。で、具体もっと具体的に言うと、安全そして環境、また活力そしてま生活という4つの分野でしっかりと今後取り組んでいくことを明確にしたそしてまあ現在も行っているわけですが、まあそういうことなんですね。 で今日は、まあ、せっかくこういうあの100年宣言なりが、あるいはビジョンというものがあったので、まあ、この軸というのかな、あのに沿って、えー、多少なりと断片的になりますけどね、僕の仕事なり、えー、あるいはあの研究なりについてね、話をしたいと思います。で、えー、まず安全なんですねで。ここに書いてあるように、 インフラシステムの安全保障を継続的に強化したと。まあ、これ条件なんですけど、インフラが原因の事故で犠牲者を出さないと。ずいぶん前になるので、君たちは覚えてるか知ってるかはちょっと分からないけども、あの中央道のトンネルで、天井板が崩落して、下を走っていたあの車が潰された。多くの人がね、何人もの方が亡くなったとっいう、こういう事故がありました。これはまさにインフラが原因。 そういったことは決して起こさないという、それは強い決意ですね。それから、インフラシステムの利活用と、人々の生活上の工夫、ここがポイントなんだけども、これからもさまざまな災害が多発していくと思いますけども、インフラだけでは救えないし、守れない。だから、人々がどうやって生活上の工夫をして、自分を守っていくかという、自分たちを守るかという、この両方でやりましょうと。そのために土木は最大貢献しますよと。 そして、これはですね、あの、UN の、えー、図面なんですけどね、要は、この赤い点がいっぱいある場所、まあ、こういうところが危険だっていうことですよ、脆弱性が高いという、えー、アジアの地域は特に世界的に見ても、も地震があるだけじゃなくて、台風の通り道でもあるしね、だから洪水、干ばつ、あるいは火山、 地滑り等のの災災害、まあ、様々な災害まなリスクがあるとということで知られていますですからあの、まあ、我々が生きている限り人類に生きている限りと言ってるでしょう、まあ、こういうものに対する防災という仕事は尽きることがないわけですね、えー、東日本大震災からの復興は10年を経過しておおむね整ってきたというそういうタイミングにありますけども一つ話をしましょうこれは えー、岩手県の宮古市私もずっとアドバイザーであのご協力を微力ながらしてきた町なんですけども、えー、太郎という地区では、えー、明治昭和と大きな津波災害にあって、えー、そしてこういう防潮堤を X の字の形をしてましたけどね防潮堤を作って、えー、地理地震の津波を守ったというこういう経験もありました。でそういういこことでこの中に 市街地,地が形成されて、再び形成された、見たびというのかな、形成されたわけですけども、まあ今回の地震では、この中もあの、非常に甚大な被害を受けて、さあどうしようということを、住民の参加のもとで、えー、計画づくりを始めたわけです。で、最終的にはこの地区も、えー、高台に新しい町を作って、で、定地の方は違う、まあ土地利用にしていこうというね、こういうふうに、 最終的に決めていくわけなんですけども。で、2015年の姿、これが高台にできた住宅地の一部の写真ですね、今ここ見えてる範囲。で、まあ、こういう住宅地に至る、まあ、先ほど来の、まあ、計画を立てて、そして実際にこういうのを建設していく、これは土木の仕事になっていくわけなんですけども。まあ、最終的にこれは鹿島建設さんがこれ作ってくれたんですけどね。あのこれ2年 これ何もないでしょ建ってないけなんだ、空き地ができたなというふうに、職は思うかもしれないけど、えー、これ2年後の姿です。で見事に、あの、ほぼすべての土地が、に建物が建って、新しい町、新しい生活が始まったということなんですね。えー、災害を乗り越えて、また新しい生活を始めていくという、まあ、そういう仕事もと僕の大きな仕事です。まあ、今後は東南海地震、 をを始めててななな災害への持続的な備えここれすすることが一層重要になっています次に環境ですね。えっと環境についてはですね、えっとインフラシステムに起因する環境問題を解消したいと。まあインフラを作ればこれ自然を壊すということがどうしても起こるし、あるいは近くに人が住んでいれば環境の影響、例えば振、えー、動だ。ねあの 騒音だ大気汚染だってこういうのは昔ありましたけどもまあ今もないわけじゃないでまあそういうことにどう対応していくかとそして新しい環境を創造するところまでやっていきたいというのが土木の覚悟というかなでありましてそれからこれ土木だけではできないけども自然を尊重し生物生態系の保全と循環型社会の構築に貢献するあるいは炭素中立社会の実現を早めることにこれも貢献していく。 まあ、こういうことを、あの、進めているということです。この写真、よく学生さんに見せると、3つ4つの環境問題がここからイメージされて答えてくれるんですけどね。どうですかね。いろんな環境問題、ここからイメージできますかね。飛行機の機営があるからね、飛行機問題だけでもいろいろ出てくるね。はい。まあ、これは答えはとりあえず言わないんだけど、ね。で、 自然環境、特に生物多様性とこれも非常に重要だということは皆さんも学校でいろいろと勉強しているでしょう。これはですね、沖縄の那覇空港で、えー、将来のために滑走路を増設したというこの計画プロジェクト。これは私も関わったんですけども、その時の工事中の写真ですね。で、例えばこの誘導路を2本作ればもっと便利になるって言うんだけど、そうすると、 ここに閉鎖水域ができてしまうしね、環境上良くないで。しかもこの辺りに、あの、くびれみどろって言ってね、なかなか難しいあの名前なんだけども、気象生物が住んでて、まあ、そういうことも考えて、このタクシーウェイという飛行機が通っていくその道、この下に水路を設けて、海流がね、流れていけるようにしようとか、まあ、そんな工夫なんかをしています。えー、環境問題、えっ、ー、と、まあ、一言でなかなか言えないけども、 あのこれから環境全般で見ても脱炭素、これ、この抜本的取り組み強化、これが日本でも喫緊の課題ですね、強化機能化 IPCC の新しいレポートが出たようですけど、まあ、あの興味ある人はもう見てるんでしょうか、まああの。非常に重要な課題いっぱいあるということで、土木としても取り組むべき課題、たくさんあります。次に活力なんですねで、活力は経済にかかるところですけど。 土木からも新産業を創造し役立てようではないかと。あの土木は例えば材料のところでは新材料、様々な材料の開発があったり、まああるいはその工法ですね。まあまあ作り方についても、まあこれはもう土木工事であれば土木があの自ら進めて変えていかなきゃいけないところですしね。それから様々な観測技術とかモニタリングだとかね。まあそういう技術開発なんかも非常に大きく進んでいる。 ところでありますね、まあ、そこにあのスタートアップとあの別の分野の人たちがこう入ってきたりね、もしてますしね、まあ、大変結構なことだと思います。それからインフラシステムの利活用によって世界経済の発展に継続的に役割を果たそうじゃないかと。まあ、ちょっと世界経済って今は日本という立場から世界にも貢献しようという、まあ、そういうことですね。えっ、ー、と、これはですね、あのアジア交通学会という 19カ国の加盟国があって、このエリアなんですね。まあ、私も関わってる学会だから、あの、そのエリアだけの、たま、たまたまというか、例えばなんだけどね、その経済規模を足し合わせていくと、もうそれだけでも、他の大陸の経済規模を上回ってますよ、という、そういう図なんです、これはね。まあ、それだけ、この東アジアというかな、アジアの経済規模が大きいということで、えー、まあ、それだけ、 えー、逆にまあ責任まで大きいというかな、そういうようなあの時代になってきてるんだということですね。あの災害も多いし、さまざまなリスクもあるわけですけれども、まあ、責任も重大ということです。えー、と一方、国内に目を向けると、例えばだけど、これはあの高速道路、高規格道路の整備の歴史を表しています。30年代は何もなかったと 30年代というと、君たちはもう遠い歴史の話だと思うだろうけど、だん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 整備されてきて、ようやくネットワークが外政に近づいてきたという、こういう時代になりました。ただ、この辺りが欠けていますね、この辺り、東京でいうと南西部のネットワーク整備が進まないと、えーで。去年ですね、ちょっとこれですね、この辺り、横浜の辺りですけどね、ちょっとつながったんですね。これは 5、6キロの道路整備なんだけども、これによって、東名高速道路から来た車が湾岸線方面に流れられるというかな。まあ、っすぐ都心に入らなくて済むということで、かなり効果の大きい道路整備が行われましたね。これがそうなんですけど、横浜環状北西線というこ,これ東名高速のインターチェンジの工事している最中ですけどね。まあ、こんなのもできたということで、えっ、ー、と、今後はこの活力という点では、 社会基盤の強靭化、あるいは海外へのインフラ投資、協力の強化だとか、まあ、こんなところがまさに土木としても進めていく必要の高い領域だと思いますね。それから、4番目の活躍と生活、社会という面でいうと、地域の個性が発揮され、各世代が生きがいを持てる社会の礎を構築するんだというのが土木の考え方。そして、 まあ100年単位で近代化を解雇し先人が培ってきた地域の風土文化伝統を継承し,したいとあるいは我が国やアジア固有の価値を十分に踏まえた風格ある都市や地域の最高と発展に貢献したいという、まあ、これ土木だけじゃできないけど土木としても大いに貢献したいんだというこういうことが示されています、まあ、大変高マイなというかなあのあのレベルの高いというか、えー、本当にできるのかっていうこともあるけど まあそういうことが書かれているわけなんですけどね。ただ、そっかというかな、足元を見るとかなりまだ違いがありますよね。で、例えばだけども、歩道の自転車、電柱、電線だとか、ね、道路とか鉄道の混雑だとか、まあこういう交通の日常的な移動の問題を考えてみても、なかなかクオリティの高いレベルには到達していないですね。えっ、ー、と、まあ自転車が 歩道から車道に降りていくためには車道に安全な空間作らなきゃいけない。まあそういうことでね、あの私なんかも関わってね、10年以上やってるんですけど、まあ、なかなかまだ抜本的に進められない、まだまだ自動車中心の、まあ、日本っていうのかな、考え方から抜け出せないところもまだありますね。なんとか変えていかなきゃいけないところがあります。電、えー、電柱電線類なんかもそうですねあの こういうのがなくなったら本当、景観が良くなる場所多いです。それから、電車の混雑。これもコロナ、ポストコロナでサービス水準をどう考えていくかとか、1ント、百5 0が目標だったんですよ、東京は、まあ。そこまで到達してないんだけど。100%がマックスだって普通は思ったりするんだけどね、容量は。そうじゃないっていうのが目標になってたで。そのままでいいだろうか。で、こんなことも今後考えなきゃいけない。地方部は、地方においてはね、今度は、 公共交通の存続問題、非常に大きな問題ありますよね。まあ、様々に土木としてもやらなきゃいけないことがある。我が国の生活環境の質の向上、まだまだ多いですよと。えっ、ー、と、それじゃあ最後に、えっ、ー、と、4番目ということで、未来社会のため、土木、さらに言うと土木計画学としては、どんな展望があるかということをお話ししましょうで。これからの人間中心の社会を目指していくために、まず、えっ、ー、と、環境の危機もありました。 経済の危機もあったし安全の危機もあった。しかしながら、まあ、それぞれ克服に努めてきたわけですけどもこれからはこれら全て生活も含めて課題が増えるんじゃないかと、まあ、こんなことありますよねで課題が増す中で多様な主体が共同して危機を乗り越え未来に向かう、まあ、こういうことが本当にできたら素晴らしいわけで何がそのために必要なんだろうか、まあ、これ土木計画学という立場で言うと土木計画学自体は一言で言うと 未来のことを今決めるための学問、こういうことになります。で、そのため、以下の3つが必要です。決める前に調べる決める前に筋道を作る。そして決める前に問うというこういうことなんです。まあ、何のこっちゃっていうことはあるかもしれないけど、あの君たちはまあ幸運というか。たまたまタイミング。いいのはあの。土木と環境の計画理論っていう本これこ。このこないだ4月に。 私の書いた本ですけど、出版されましたんでね、これを見ていただくとね、この中に大概の,大概の答えは書いてあるということになります。はい、よろしく。で今日は説明は、えー、できませんけども、エピソードのようなものをちょっとね、あのご紹介して変えたいと思います。で一つはね、アリストテレスと2300年以上前に、もう彼が一つの答えを示してるんですよ。何かというと、まあ、こういうことなんですね。 目的が決まっている場合に、えー、ある、いくつかの手段があると。ね。で、small pqrst っていう手段ですよ。で、その時に、その中で p っていうものは、a を達成するんだけども、最も容易に最も美しく達成できるんだと。だとしたら、p を選択しなさいという、目的が決まっている場合の手段の選択方法。 ね、これについては2500年前に彼はこういうふうに言っている。で、これを現代的に解釈すると、最も容易にっていうのは技術的な実現性が高いとか、低コストであるとかね、材料が入手しやすいとか、まあこういうことを意味していると考えられる。から、最も美しくっていうのは別に綺麗っていうわけじゃなくて、社会が納得しているとか、通行であるとかね、デザインが良い。まあこれもちろんあっていいんだけど、まあそういうことを意味して。だから、 最も美しくという観点、社会の納得に関わるという点は現代社会でも大変重要です。しかし、もっとここで考えなきゃいけないのは、この枠を超えちゃうということ、すなわち目的が必ずしも決まってない、さまざまな人間中心って話をしたけれども、あれだっていろんな考え方がある。だからさまざまな考え方が場合によっては対立するという、そういう中でそれに向き合って、 で社会がものを決めていいくという、まあ、ここ土木計画学って非常に重視しているわけですけどもねまあそういうことが重要ですよという話が一つそれからもう一つはえー、っとゲーテっていうのはねこれ最近若い学生さん聞いても知らないって言うんだよねで,で文豪ゲーテっていう文豪を歌えてここに書いてくでゲーテの書いたファウストという戯国でこのファウストが人生最後に ね、悪魔と契約するんだけども、最後に、まあ、思考の満足って書いた。ね、思考の満足を得たのはなぜだなんでだっていう、この質問を君たちにもしたいんだけども、なんでだっていうね。で、答えはね、ちょっとこんな感じで、それは土木の本質を知ったからというね、ちょっとチコちゃん的な答えにしてみたんだけども、なんだこれはと思うかもしれない。でも本当そうなんですよ。 ファーストっていう博士は悪魔に魂を売り渡す代わりに根性で万能な力を授けられた。だから紙幣を発行して国を富ませたり、まあ、ここは金融工学なんだけどね。人造人間を作ったり、これは生命、バイオの世界。読泉の国から神話の美女を蘇らせたりと。まあどれも満足しなかったと。と最後に沼地を埋め立てて、新しい都市を人々と一緒に作ったと。で、住民たち自らが 災害から守守るる姿姿嵐が来て守る姿それに触れた時にこれまさに土木工学なんですけどね時をとどまりお前はいかにも美しいかて言合言葉、えー、これは悪魔に魂を売る約束してたから渡す合言葉を発したというまあこういうことなんですで話はここからまだ続くんですねただねファーストにはその際その刹那にもね唯一の後悔があったんですよ その後悔は何かっていうと、新しい都市づくりのさなかに、まあ事業に反対する老夫婦がいたんです。もう元々住んでた人たちなんですね。でなかなか話し合っても和解ができなかった。で、時間だけ経っていて、都市も作れないっていう、町づくりができない。まあそういうさなかに、不審火で死なせてしまうんですねで。そのことをずっと後悔するという、こういうことだったんです。で、ここで、さらに土木が担うべきことっていうのを考えてみたいと。 まあ、あの、答えを急ぐんだけども、それは現代、当時の悲劇っていうのは、決定に至る公正なプロセス。こういうもので止められるんだと。現代社会ではそれができるんですよと。例えば、決める前に問うという、こういう姿勢が不十分な道路計画。これ、反対が多くて、アセスの意見書、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど、反対だっていう人が40万人通も意見出してきた。一方で、決める前に問う、こういう姿勢で作った道路計画。 ほとんど反対を受けずに、同じ段階の意見書っていうのは10通しか来なかった。もうみんな意見も言ったし、聞いてもらったと、ね。そういうことも一定程度反映されて計画ができてる。まあそうやってできたのがこの道路ですけど、反対を受けずにできた道路。影響を受ける多くの人もいます。潜在的な影響を受ける人もいるでしょう。そういう人々の意見に耳を傾ける。ね、しっかりと耳を傾けることも土木の仕事。 ということになります。まあ、これは去年3月に開通した道路ですね。もう一度きます書きますと、決める前に調べる、決める前に筋道を作る、まあ、決める前に問うという、まあ、そういうことが大変大切なんですけども、それをやるためには、調べるんであれば専門家がいます。筋道を作るのは、まあ、これは土木の場合には比較的行政の役割ということが強いでしょう。それから決める前に問う。 様々な意見がある、ね。考え方は違う。価値観も違ったりそういう中で役割を果たすのはやっぱり国民と様々な人たちでしょう。でそういう人たちがそれぞれ関わりながらだけども、えー、こういった言葉を変えれば、検討を行っていく。そしてそのらの検討をうまくバランスよく行うことによって、その先に社会的な決定がある。まあ、こういうふうに考えることがと僕の計画学ということでもあるし。 その基本的な考え方ということになります。まあ、詳細は今日は話せないけどね。で、ちょっと一点だけ、あ,あの、もう時間がなくなっちゃったんだけども、えっ、ー、と、このじゃあ決める前に調べるについてだけ、一つだけ、えー、エピソードというかな話をしましょう。それは東京の鉄道計画。で、東京の鉄道計画は大体15年に一度ずつ作り直されてきてますけども、作るためには将来の需要予測を行うとか、 ね、費用に対、費用の分析、あるいは便益効果の分析を行うとか、あるいは事業性を、採算性等をね、分析するとか、そういった技術検討のもとで実際に作られて鉄道の整備も進んできました。えっと、実際にこの将来予測を行うモデルのベースっていうのは、東光大のが開発したモデルをベースに今もね、行われているんですけどね。 で、まあ、そういうような、様々な技術検討の上で行われているということを申し上げたのと、で、その鉄道計画に関して、実は、駅を作りたくて土木に進学したつくるくんの物語と、これ読んだ学生さんいますかね村上春樹の小説があるんですけどね。でこの小説は、実は東古大土木がモデルですね。読めばわかるんですけど。で、しかもですね、実際に東古大の大川キャンパスが、 隣接する模様歴2つのリニューアルこれは両方ともですね東高大の卒業生が尽力してくれてもう協力してくれてね実現しているということでもありますで作品の中で「えー、作る」という名前にあてる漢字を「そう」にするか「作」にするかで父親はずいぶん迷ったらしいと母親は「そう」をしたがなうんぬんとで作を選択したんだとこんなのが出てきますけどね実は土木に来ればね鉄道に限らず3つの「作る」ができるんですよ ね、作る、まあ、制度や仕組みのデザインをしたりあるいは政策や計画の構想アイディアを出したりあるいは実際に建設あるいはその候法を考えたり、ね、構造を決めたり考えたりあるいはデザインをするとかね、まあ、そんなことができるということですえー、っともう一つだけ復興まちづくりに関わってた若手の土木技術者が、まあ、これは復興のつくるとでも言えばいいんだけども彼が 住民の人たちから喜ばれ、感謝されて仕事をすることは本当に励みになり、今に至るまで前向きに続けられた。住民の人たちの意見に耳を傾けることでそれができた。まあ、そのようなプロセスが最初にあったからこそ現在の都市づくりが進んでいる。そのことに感謝している。まあ、こんなこと言ってくれました。はい、あの、実はこれで終わりで、今日の講義、えーまあ、イントロみたいなもんですけども、えー、総合的に考える力、 これが土木の魅力だ、俯瞰的に見る、これが土木の魅力だって言いました。それから土木は人間中心の学問であって、課題を解決、克服することに努めてきた。4つの分野で今後も重責があるし、やりがいがあるという分野ですよと。でただ、テクノロジーの開発、これは重要だけど、それだけじゃなくて、社会的決定の在り方までが研究の対象になってますということでした。はい、ちょっと時間過ぎちゃったんだけども。 え一旦以上で、えー、私からのね模擬講義は終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。はい、ヤ先生ありがとうございました。えっと土木計画学というか土木の本質をあの広い視点で解説していただいたと思いました。はい、えっと少し時間過ぎてますが二さでしたら質問応聞きできますのでえっとぜひあのお寄せください。いかがですかね。 えとチャットからでもいいですし、あとはマイクをオンにしていただいて、音,音声であの発言していただいても結構です。いかがでしょうか、大学の講義の雰囲気が多少は伝わったかと思いますが、どうですかね。 午前中もしくは午後の,あの学院紹介ですとか、軽紹介で質問できなかったこともあるかもしれませんので、それも含めて。まあ、なかなかね、かこういうところで急に質問するっていうのも、難しいかな。あ、一つありました、ねあ、なんか来た。ね、うんえー、冒頭で土木学いうは、歴史分野の地域っていうところですけど。うん はいどうもありがとう、今の質問、みんな共有できたかな、地理分野の知識も使うことはあるのでしょうかというご質問でした、ありがとう、もうそれを言い忘れたね、あのねまさに使います、それから言い方変えると、まあ、地理が絶対的に必要かもしれませんね、えーっとまあ、絶対的に言うとはあれかもしれないけど、でも本当に地理の分野はと、えー、僕としては切っても切り離せない。 そういういい分野だと思います、えー、今後、あれだな高校の地理の,あの勉強にも土木的な素養というかなそれが加わっていくようですねあの国土計画みたいな話がね地理の分野にも入っていくようなことを聞きましたからはい、ズバリその通りでしたね。おなんか来たぞ土木工学は鉄道の計画や作りと関係もあるあ、土木工学は鉄道の計画をズバリやります。 ね、鉄道の車両そのもののね、設計とか製造は機械だとか電気がやるんですけども、鉄道のネットワークをどこに通すかとかね、どこに駅を作っていくかとか、まあ、そういうような計画段階はもうまさに土木しかできませんね。自動運転車両と普通の車両が同じ道路に存在している状況は安全、いい意見だなそのね、でこれを多くの考えが 今後対立していく可能性もありますねですから僕もねあの安全じゃないと思いますよだけども、えー、自動運転車両しかいない空間っていうのを作れば今例えばガードレールでこっちは歩道こっちは車道ってやるでしょああいうのをもっともっとあの徹底的にやればそれは自動運転車両が通れる空間だ当然作れるであとはどういう空間を共存することが我々人間にとってあるいは歩行者にとってとかねあの 快適であるかとか安全であるかっていうのを考えていくということで何らかの解決をしていくんでしょうね。あの非常にいい視点だと思います。これは答えがまだ出てないと思いますよ。次はだ車の騒音問題などもどうかに関連しますかはい。あの、あの騒音問題も関連するので,で騒音をいかに下げるかっていうことは道路を作って管理している立場の責任だからね。 で道路を管理している立場の人って土木の人なのでまさに例えば道路を作って、ね、車の騒音で被害を受けている沿道があるとすればその音をどうやって下げていくかっていう工夫をいろんな形でしていますねあの。これからも技術開発で騒音を下げるエネルギーを吸収する仕組みなんかも検討されてます。次ななんだ。あれ、ちょっと見えなかった 質問がたくさん来ておりますが、時間のあと一つぐらいにしましょう。そうしましょうか、ね。じゃあ上からやっちゃったかごめんね、現代にいたりさまざまな建築物がありますが、建築技術を新しく確立するだけではなく、古代の建物から学ぶことも多いのですが、例えば千年寺も立つ法隆寺などからん、なるほど、ごめん、これはなあの、建築の対する質問っていうことで、あの学ぶことは多いと思うけど、ね。えーとど は建築築物そのものもは建建がメインでやってますねあの建造物という意味では土木がやりますけどね、えーと。ごめんだから今のは質問に答えなかったことにしてもう一個だけ答えよう。町おこしなどは土木の範疇でしょうか。あのいいこと言ってきたね、街づくりとかね、あの地域に入り込んでね地、地元の人たちと一緒になって街づくりをしていくっていうソフトの部分だよね。これは、ね、土木のの計画系の人たちが あの、特に地方大学とか地方の人たちはこぞってやってる分野ですね。あの、まさに土木の分野です。はい。はい、ありがとう。以上にね、はい、ご苦労さんでした。はい、よかった、大変、あの、いろんな意見。はい、質問が出てきてよかった。はい。そうですね。えっとですね。ちょっと今日は時間が限られてますが、えっと、各研究室の先生方。 E メールアドレスはホームページの方で公開されている場合が多いと思いますので、あの個別に、ちょっと抵抗あるかもしれませんが、メールであれば、個別にお送りいただければ、回答できると思いますので、ぜひ、あの躊躇せずにあの、聞いていただいて、大学選び、もしくは専門分野のあのを選ぶ際に参考にしていただければと思います。 それでは、えっと、土木環境工学系の、えー、模擬講義は、えっと、これで終了をさせていただきます。八井先生、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ失礼します、はい。はい、それでは参加者の皆さん、順次退出してくださって結構です。